サー・ゲオルク・ショルティは、ハンガリー出身で、ドイツ、後イギリスの国籍で活躍した指揮者、ピアニスト。ゲオルグ・ショルティとも書かれる。ユダヤ系。ハンガリー語の発音に基づく表記は、ショルティ・ジェルジ。グラミー賞を31回受賞しており、受賞数、ノミネート数ともに、世界一である。ハンガリーのブダペスト生まれ、シュテルン家の次男として生まれ、生まれた時のは、 シュテルン・ジェルジュ。父親は、シュテルン・モーリツ。母親は、ローゼン・バウム・テレーズ。写真家のモホリーナ・ナジラ・ースローは、はとこにあたる。作曲家のジョゼフ・コズマも親戚である。父親は、ハンガリーで、民族主義が高まるのを感じて、子供らの将来のために、ユダヤ的なシュテルンという姓を、ハンガリー風のショルティに改正した。音楽評論家の吉田秀和は、ショルティが、 ウィンフィルハーモニー還元楽団を指揮した、公共曲第3番の録音の第二楽章について、こういう音楽を大真面目でやれるというには、何か一種の、反知性的な気質か、さもなければ、劇場的性格か、あるいは、そういうことを超越した本当に崇高なまでの、精神的態度か、何かそういうものがいるのではなかろうか。そうして、ショルティニは、この中で、 劇場的なもの。シアトリカルな効果というものに対する本能が極度に強く発達しているのではなかろうかと述べ、次に、リハルト・シュトラウスのエレクトラの録音を上げた上で、ショルティほどに無残な手つきでこういう響きを引き出している指揮者は、他に誰がいるのだろうかと、その劇的表現力を表している。また作曲家の諸井誠は、 シカゴ公共楽団を指揮した公共曲第9番の録音を究極のブルックナーと表している。ショルティは1938年3月11日、ブダペスト歌劇場のフィガロの結婚で指揮者としてのデビューを飾ったが、ユダヤ系だったこともあって、再び指揮台に立つ機会はなかった。歌劇場の講演会長からルツェルン音楽祭に参加しているトスカニーニを頼って、 ニューヨークへ渡ることを勧められ、ルツェルンでトスカニーニに約束まではもらえたが、戦争が始まってしまったこととトスカニーニの妻からもらった、所持金が底をついてしまったことなどから実際には叶えられず、そのままスイスで生活を送ることとなる。以後、戦争が終わるまでは家族と再会していない。青年期が第二次世界大戦の真っ只中と重なり、 またユダヤ系であることから、ショルティの生涯は、戦争に翻弄され続けた。この経験から、政治家も、また、音楽家と同様に思想の違いを超えて、平和を実現することが必ずできるはずだという、信念を抱き、1992年に、バッキンガム宮殿にて、チャールズ王大,大使とダイアナ妃の主催で開かれたショルティ80歳、記念演奏会の場で、音楽が持つ、 平和の施設としての特別な力を体現化するワールドオーケストラ・フォア・ピースの構想を発表した。戦後は自身の名前をドイツ風で通し1972年までドイツ国籍を持っていたショルティはイギリスに帰化した後もドイツ語が思い通りのことを一番うまく言える言語マジャール語は忘れてしまったとしてヘルマンヘッセや トーマス・マンを原初で愛読する生活を送っていた。同盟かつ同郷で、やはり早年期に、ドイツ風名乗りを行っていた、ジョージセルと異なり、ショルティは帰化後の綴りを英語風に改めることは、していない。妻は、英国人である。初来日は1963年、ロンドン公共楽団との演奏旅行であった。当時最晩年だった、ピエール・モン・トゥーが同行していたため、 その影に隠れて、さほど脚光を浴びることはなかった。この他に、アンタルドラティも同行していた。その後は、1994年のウィーンフィルトの最後の来日まで、たびたび、日本を訪れた。演奏会、録音ともに、ウィーンフィルトは、頻繁に共演している。レッカは、ショルティのダイナミックな式に魅了され、指輪の全曲録音を依頼した。ショルティによって、 シカゴ交響楽団は今日の世界的評価を獲得した。シカゴ交響楽団はショルティ夫人以前にフリッツ・ライナーによる第一期黄金時代を謳歌していたもののライナー辞任後は楽団の内紛で低迷してしまっていた。初のヨーロッパ公演を成功させたショルティとシカゴ交響楽団はシカゴ市民に熱狂的に迎えられシカゴはギャングの街から オーケストラの街になったとの表もあった。シカゴの野球解説者は、性格であることを、ショルティのようと例えた。シカゴの電話帳の表紙を飾ったこともあり、市民から愛された指揮者であった。ヨーロッパ大陸への客演は、ドイツの放送公共楽団が多く、晩年まで、ミュンヘンシュトゥットガルトケルンには、特に頻繁に客演していた。1990年代には、 ヘルベルト・フォン・カラヤンの生前にはあまり縁のなかった、ベルリン・フィルやザルツブルク音楽祭にも登場するようになる。録音は膨大であり、そのほとんどが、専属契約を結んでいたデッカレーベルの録音である。オーケストラは、主兵シカゴ交響楽団のほか、ウィーン・フィル、ロンドン・フィル、ロンドン交響楽団など、多岐にわたる。ワーグナーの、さまよえる。 オランダ人以降の10代オペラをすべて、スタジオ録音した数少ない指揮者の一人でもある。中でも、最大の異様は、ジョン・カルショーを率いるデッカチームとの、指輪全曲録音であろう。ステレオ録音で長大な楽劇を残した功績は、グラモフォン氏において20世紀最大の録音事業と、称賛された。往年の名歌手の歌唱、ウィーン・フィルの響きを伝える記録としても貴重である。 グラミー賞受賞は史上最多の40回を誇り、女性最多受賞のアレサ・フランクリンをも大きく引き離している。グラミー賞は英語圏の業績に偏りがちという意見もあるが、活動期間がほぼ重なるレナード・バーンスタインをしのぐ最多の受賞である。大英帝国勲章ナイト・コマンダーなど、ありがとうございます。